かり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡の麓に。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の慣れの果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。これは空の文明の遺物か。道しるべとして使えるかもしれないな。シート、あれを。ああ、用心しろ。待て！ここから先へ通すわけにはいかん。はあ、それ。ストウィングで何を。ろくなことじゃないのは確かだ。クライブ、急ぐぞ。奴らの姿がない。
こんな時間とはいえ村人を一人も見かけんとは一足遅かったか。これからどうする？まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。どうやって知らせるんだ？そうだな、叫べ。おい、シドの仲間か。慎重に探さなければ。どこかに人の気配はないのか。どうした？大丈夫か？心配ない。俺は、そう、ザンブレクの兵士だ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか？教会の方に連れて行かれたの。わかった。教会だな。必ず助けるから、君はこの辺りで隠れているんだ。教会か。なるほど、村人は教会か。お前は階段を上がって教会の正面から入ってくれ。俺は裏手に回ってみる。おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ、貴様。来たのか、シド。下がってろ。一体なんだ？クライム！来てくれると思ったぜ。生きてたか、ガブ。なんとかな。だけど、こいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。火のドミナントは？ああ、その中にいたかもしれないけど。仲間の元に逃げるつもりか。クライム、奴追え。知らせはまだありません。ですが女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーはノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも壊すなでしょ。ご心配なく伝えてありますよ。
さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。どうぞ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に。我が王に。なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。ベネディクタ様、ザンブレクエが。ネズミ一匹負けないとは使えんやつだ。やめてくれ。その兵装は貴様、ザンブレクのベアラーか。いいぞ、物は試しだ。ベアラーにしてはなかなかやる。見込みがあるぞ。クライブ。試してみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。シド、いやシドルファス、答えろ。なぜ我らウォールードを裏切った？問いに答えろ、吉祥殿。何？お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ？お前には関係ない。ベネディクタ様、例のドミノントを捕らえました。間の悪い奴め。逃げられたか。
行き先の検討は？いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して？ああそうさ、まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよなあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。お勇敢な勇騎士を知ってるかい。その名はリオン・ルサージュ教。他の英雄は千の竜を従え、百万の敵兵を蹴散らした。槍は大地をも貫き、翼は天を駆け巡る。まあクライブ、敵を撃った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんだ、それがお前の生きる糧か。戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票。アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える強国といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。それにしてもなぜ抵抗しない？お前にも力が宿っているんだろ。フェニックスを倒したほどのな。クリスタルの枷があるとはいえ逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。マルガラス様、なりません。ゆっくりと考えることだ。あとは任せる。
クライブ、起きろ、ガブだ。ノルバーン、ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で、俺はどうする？いい質問だ、ガブ。砦から逃げたベアラーを集め、この村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼む、ガブ。お前にしかできない。そう、仕方ねえな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。迷惑かけんなよ。分かってる、シド。俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ。